丸山千里11月27日から1992年3月6日は、長野県千野市出身の医学者、皮膚科医。第6代日本医科大学学長、同大学名誉教授。皮膚結核及び、癌の治療薬を目指していた、丸山ワクチンの開発者である、医学博士。丸山千里1九百一年、長野県諏訪郡金沢村にて、小学校訓導の父。 小三郎と、母、初のいつおかずめの末っ子として生まれる。1908年、金沢村、金沢尋常小学校入学。1914年、豊田尋常高等小学校尋常科を卒業、富士見金沢組合立富士見高等小学校に入学。1915年、東京の日本中学校入学。1920年の日本中学校卒業後、 1922年に日本医科大学余科に入学。1928年3月に日本医科大学を卒業する。1937年東京帝国大学において医学博士号を取得。第は臨近性疾患の補体結合反当たるについて。1947年に母校日本医科大学皮膚科学教室第8代教授。 1968年に日本医科大学附属病院長に就任。翌1969年に日本医科大学を定年退職し、同年4月に日本医科大学名誉教授の称号を授与される。1972年に日本医科大学に附属ワクチン療法研究施設を創設して所長に就任。1974年に日本医科大学。 石川正臣学長が任期途中で辞任したのを受け、半年間、第六大学長を務める。1992年3月6日午前8時5分、日本医科大学附属病院にて90歳で死去。同年6月21日、鎌倉霊園にて納骨。敬験なキリスト教徒であった。妻は、安倍伊相の娘、夏。千里の実刑が、 夏の姉と結婚していたことからの縁である。長男は後にソニーレコードの代表取締役となる、丸山茂雄。ソニーレコード初代社長、大賀のりの妻は、千里の名。次男は、NPO 法人、丸山ワクチンとがんを考える、会事務局長の丸山達雄。1944年、人型結核菌抽出物質による、結核ワクチンの研究を始める。 研究を進めるうち、このワクチンが、がんに対して有効である、可能性が見出され、1964年から、実際のがん治療に対し、このワクチンを使用し始めた。1972年に、日本医科大学附属ワクチン療法研究施設を設立する。以後も、丸山ワクチンによる、がん治療の研究、実施に尽力した。ありがとうございます。